午後正午です。皆さん、ハイパーループってご存知ですか？あの今世間を騒がしているテスラのイーロン・マスク、彼がね、真空チューブ鉄道っていう計画を2013年に公表しています。ハイパーループが何かっていうと、通常の鉄道とは違って、レールをね、トンネルの中に入れて、トンネル全体をね、真空にします。その中をリニアモーターカーを走らせて、最高速度なんと1220キロ。なので1220キロの距離をたったのね、1時間で移動できるスーパーな乗り物を作ろうってね、計画を立てたわけです。そしてね、スペース X に対抗する有名な企業、そう、午後正午のスペース G ですね。今日はこのカーバルスペースプログラム2でハイパーループを実現しようと思います。じゃあね、早速やっていきましょう。いきなりね、でっかいの作っちゃうと挙動がわかんないんで、まずはね、小さなのからいきますか。コックピットつけて、この一番ちっちゃい燃料タンク、これでいきましょうか。ここにエンジンをつけて、これぴったりだ。できた。スペース G 社のね、ハイパーループ実証機。じゃあスタート。ちょっとバランスが意外にコックピット重かった。試しに燃焼試験だけやっときますか。ゴー。おー。燃料の減りはめちゃくちゃ早いな。一瞬でなくなるけど、これでいけるな。じゃあ車輪をね、結構前の方につけたんで、これでね、バランスは改善されたかな。あ、ギリギリ。ちょっと前が重いけど、一応大丈夫ですね。実証機行きましょう。エンジンスタート。おーお、やばいやばい、パイロット大丈夫か。めちゃくちゃ嬉しそう。あ、燃料が、あー、わかった。じゃあね、イーロンマスクより早く完成させないといけないんで、燃料タンクつけて、これでこうかな。おお、いい。ちょっと車高が低いな。ちょっと車高が低いんで、こうだ。後方にも車輪をつけて、じゃあ行きましょうか。発車。フロントヘビーだけど行きましょう。 GO。あ、いい感じ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 。めちゃくちゃいい感じ。さあ、ハイパーループ。これ見てください。燃料見ると、エンジンめっちゃちっちゃいんで、全然燃料減ってかない。あ、でも加速がね、結構遅いな。出力低下させても加速するか。いけ、全力で。あ、方向を変えようと思った瞬間に破壊された。ちょっと車輪が貧弱なんで、これでかいな、これ。でもこのぐらい安定させた方が、来た来た来た、これだ。できた、ハイパーループ。ちなみに時速1220キロってことは、秒速点333メートル、秒速333メートルを超えると、イーロンマスクのハイパーループのスピードを超えられるってことで、行きましょう。発射。おお、めっちゃ安定してるぞこれ。スタート。来た。操縦は、あ、操縦できるできる。さあ、行け。秒速333、今秒速27。やっぱね、ロケットがちょっとちっちゃいのかな。ちゃんとここでほら制御できますね、この方向。やばい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 。おっと、やばい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 、やばい。急に来たぞ。じゃあ特大でね。これやばいでしょ。かっこいい。行きましょうか、じゃあ早速。全力でね。発射。
すごい加速だった。冬時間長い。エンジン出力を絞ってね、これ 0% にしておいて発進。さあこれで 10% でもすごい。 2% さあ出力 2%、 10%。 おお、絶対バランスが悪い。これでいこうか。これと特大のロケットエンジンブースター、これでいこうか。おお、じゃあ発進。あっと、じゃあね、発進。来た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 。さあハイパール、あーっと、あやばい、飛んでる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 やばい、普通にロケットになった。おっと、やばい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 。下向いたらやばい。上向け上向け上向け。音楽がね、無駄に壮大。早い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 。 G はとんでもないことになっている。あ、でも333m 超えたのかな。後で動画見直してみないと分かんないけど、でもハイパーループ飛んじゃったら飛行機になっちゃうもんな。改善が必要だ。燃料タンクを徐々にでかくしていって、こうして、でこうと、ここですね、ここでエンジンつけると。これで結構ヘビー級になったんで、飛ぶこともないはず。行ってみましょう。なんかバウンドするな。やばいやばいやばい。なんでバウンドするんだ。このコックピットに対して、巨大な胴体。スタート。来た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 。行け。秒速200メートル突破。行った。やばい。いたいたいた。あ、またずれてる。これ方向が、あ、いいいいいい感じいい感じ。やばい、スラスターってどこにあるんでしたっけ。スラスターでロケットがね、浮かないように、これでいきましょうか。発進。スラスターが作用し、作動してない。スラスターが動作しない。やばい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 。多分ね、この車輪の制御が悪いんだな。こうかな。バランス悪いな。まあ、行ってみようか。夜になっちゃった。あ、非常に難しい。不安定さを完全に無視できる圧倒的大出力にすれば OK。 燃料タンクは特大いきます。車輪もね、結構これ安定してたんで、これでいきます。こいつの手前にスタビライザーをつけて、でこれをくっつけると、これですよ。これエンジンマウントをつけて、特大エンジンをこう、お、いける、完璧だ。さあ、ついにやってきました。ハイパーループ。じゃあ行きましょう。発進。お、すごいパワー。やばい。安定させるためにここにもエンジンつけて。さあ、これで、ゴー。安定してる安定してる安定してる。
来た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 。つかめてきた。午後正午つかめてきました。じゃあ行きます。安定化エンジン点火、そしてメインエンジン点火。来た、これ行った。さあハイパーループ来い。秒速、来た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 。330、あー惜しい、あとちょっとで330 あとちょっとで330だった。安定用の第一段階エンジン点火、第二段階エンジン点火、メインエンジン点火。来た、これはハイパーループ超える。いけ、さあ来た、200、さあ200超えた。おっと、あ飛んだ飛んだ飛んでく。もう最終手段いきます。できた。もう午後正午ね、イーロン・マスクに負けません。ハイパーループはねスペース G に決定。出発しましょう。さあ点火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 。やばい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 。エンジンは同時に点火しないとダメみたいですね。ハイパーループ発進、メインエンジン点火。ということでね、スペース G 社ハイパーループに挑戦しました。結果はね、完成間近ということが分かったんで、この後もね、午後正午ハイパーループ挑戦し続けたいと思います。この動画面白いと思ったら、ぜひグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。またインスタグラム、ツイッターでも午後正午情報発信しています。フォローよろしくお願いします。また、宇宙一わかる宇宙の話という書籍、全国書店で販売中です。国立天文台の渡辺淳一先生にもご監修いただいてますので、ぜひそちらもね、参考にしてみてください。日本ゲーム情報、以上です。ありがとうございます。